八景とは、ある地域における八つの優れた風景を選ぶ風景評価の様式。10世紀に北総で選ばれた少々八景がモデルとなり、影響を受けた台湾、朝鮮、日本など東アジア各地で八景が選定されてきた。なお、八景以外にも4景、1 0十1 2などの例も見られる。八景は少々八景のように対象が固定されているものも多いが、 台湾八景のように時代とともに内容が変遷するものもある。また、八つの風景の組み合わせは、少々八景をなぞらえている場合と、知名度の高い名称を中心に選出した場合があり、近年では校舎が増えている。前者のような伝統的な形式では、八景を構成する個々の項目は、風景の対象地とそこでの事象や事物を組み合わせている。事象。 自物の内容は、少々発形をそのまま踏襲し、の八つとする場合や、一部を同じものにする場合がある。個々の項目の具体例を挙げると、大見発形の、石山の秋月のように、石山と秋月のようになる。この際、少々発形と同様に全肉語肉の漢字四文字となるように、項目名が設定されることが多い。一方で、日本新発形などは、 対象地のみを選び、そこでの事象、事物は指定していない。また、事象を含む項目と地名のみの項目が混在した発見もある。日本には、中世の16世紀頃から、朝鮮では、高麗末期の14世紀頃から概念が、授与されたという。少々発見に影響を受けた日本最古の発見は、漢州、生倉鉄州に収められた博多発見とされる。 各地には多くの八景があり、全国の400カ所以上に八景が存在する。江戸時代に選定されたものが最も多く、浮世絵の連作のために考案された江戸八景などがある。その他、明治以降の観光地で観光客誘致のために行われた八景選定や、高度成長期以降の郊外都市で住民の愛着を高めるために行われた八景選定もある。 広重、江戸近郊発景のうち、羽田楽悪飛鳥日香山、母雪、玉川秋月、割れ樹とやう、池上万象の、各用。ちなみに、他の三点は、行徳基本、芝浦青蘭、小金岩史赤章である。少々発景が、書画から始まったこともあり、好んで絵画の題材とされてきた。また、鹿に歌われた例も多い。 日本でも多くの作品が作られた。俗に八景物と呼ぶ。特に広重は繰り返し八景物を手掛けており、大見八景、隅田川八景、金沢八景、江戸近郊八景、等都八景、江戸八景,八景、東都芝八景、名所江戸八景、東都行き見八景等の作品がある。いずれもマンネ両け作品ごとに新たな画題。 構図に不審した様が伺えるものである。なお、大見八景、金沢八景、琉球八景の各校に作品画像があるので参照されたい。また、鈴木春信の座穂八景、北川歌郎の江戸八景、磯田古龍祭の風流神林見立て八景などのように美女をモチーフとして描かれた八景の名のつく美人画の作品群がある。これらの画集の多くも、 規範や落眼など、少々発見の形式を洒落や風流を交えて、踏襲している。ありがとうございます。